はい、今日はトマトの中華風サラダを作っていきます。まずトマト1個ヘタを取ってくし切りにしていきます。次に長ネギをみじん切りにします。みじん切りしたネギをボウルに入れて調味液と合わせていきます。砂糖小さじ1/2、お酢小さじ1、ごま油小さじ1、塩コショウ少々、これを混ぜ合わせます。はい、ではトマトに先ほど作った調味液をかけて混ぜ合わせていきます。トマトとネギが絡み合うように混ぜていきます。はい、では器に盛り付けていきます。はい、完成です。ゴーヤと厚揚げの炒め物を作っていきます。まずゴーヤ1/2本半分に切って種と綿を取っていきます。ゴーヤの苦味っていうのはほとんどこの種と綿の部分にあるので、苦味がちょっと苦手な方はきれいめに取って試してみてください。はい、種と綿をきれいに取ったら薄く切っていきます。はい、長ネギは斜め切りにします。はい、ツナ缶は汁気を切っておいてください。はい、次に厚揚げ、厚揚げも食べやすい大きさに切っていきます。調味液を作っていきます。まず醤油大さじ1、みりん大さじ1、お酒大さじ1、塩コショウ少々、混ぜ合わせておきます。フライパンにごま油を大さじ1/2垂らして中火にかけて温めていきます。はい、フライパンが温まったらゴーヤを入れます。ゴーヤの色が鮮やかになるまで炒めていきます。ゴーヤの色が鮮やかになってきたら厚揚げを入れていきます。厚揚げに焼き色がつくまで炒めていきます。ほんのり厚揚げに焼き色がついてきたので長ネギとツナを入れていきます。で、さっと全体を合わせていきます。はい、全体が合わさったら調味液を入れます。全体が馴染むまで炒めていきます。厚揚げにタレが染みて色が変わり全体が馴染んできたらお皿に盛り付けていきます。はい、お皿に盛り付けて完成です。中田村の暮らし。はい、いただきます。今日はゴーヤと厚揚げの炒め物です。うまい。あ、苦い。苦いね。うん、苦がうまい。優しい味だね。うん、大人の味。うん、ゴーヤと厚揚げの炒め物は1人前247キロカロリーでタンパク質 19g、 脂質 15g、 炭水化物 9g、 食塩相当量 1.6g です。結構脂質入ってんだね。あ、厚揚げがあれか、油抜きとかもしてないもんね。うん、これツナってあれなのかな、うちのオイルだっけ。うん、うちのオイルだ。計算はオイルあり？オイルありだわ。うんうん、でももうちょっと少ないかもね。うん、はい、トマトの中華サラダです。うまっ。お酢の酸味がいいね。ごま油の香りと。トマトの中華風サラダは1人前46キロカロリーでタンパク質 1g、 脂質 2g、 炭水化物 6g、 食塩相当量 0.1g です。おー、すごい、食塩相当量ほとんど入ってないね。この脂質圏がでも旨味の元になってて美味しいわ。これなんか肉好きだからさ、豚バラとか入れたくなる。ガツンとさせたくなっちゃう。うん、シーチキンのノンオイルじゃないやつって結構油入ってるからさ、切ってもそれ考えると全然豚バラでもいいんじゃないかと思う。なんかベーコンとかも合いそうだし、オリーブオイルでとかね、ニンニクも入れてみたりとかさ、なんかパパ的にはこの苦さがあるから、あ、確かしっかり食べたなっていう物足りなさみたいなのは感じないんだよ。でも豚食べたいねこれにっていう気持ちはすっげーよかった。なんかこうやって油との親和性もいいからさ、やっぱこれ豚バラの油が吸ってたらよりいいよねみたいな。カリカリベーコンになってる時の油も吸ってたらよりうまそうだよねとかさ。あ、そうだね。僕もゴーヤ食べれたね、ちょびっとだけど。ゴーヤ全然食べるよね。いやー、とっても美味しい2品でした。ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。僕たちのチャンネルでは管理栄養士監修のもと、カロリー計算結果、BFC バランス、食塩相当量を概要欄、コメント欄に記載しています。
生活習慣病を予防するために減塩レシピを毎日投稿していますので、この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまたね。はい、ゴーヤと厚揚げのやだやだはい、ありがとう。あう、傾けない傾けない。はい、ありがとう。はい、ありがとう。よいしょ。はい、上手。わー、よいしょ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 。はい、ありがとう。だったら吹き吹きしてもらったな。吹き吹きして、そうそう、あ、おりこだ、ありがとう、助かる。